母の日、うん、いいね、うん、毎年なんかしてる？うん、結構なんかこう誕生日プレゼントは誕生日あげ、うん、にあげるんだけど、それとはまた違うちょっと小さいものとお花とかを、うん、あとお手紙とかを母親にあげてるかも。あとご飯連れてくとか、ねえ、うん、なんかそういう何かしらはしてるかも、うん、ねえ、なんかさ、すっごい大げさにしなくてもいいんだけど、なんかね、うん、したくなるよね。やっぱりね、あの母親がいないとね、生まれてこなかったわけですからね。え、みんなね、うん、お母さんって偉大なんだよ。そうだよ、お腹を痛めて産んでくれたんだよ。ねえ、これ聞いてて、うん、あ、やっべ、何でも言ってなかった俺って人は、今からでもほら、一日ずれただけだから遅くないから、うん、ごめん、ちょっと遅くなっちゃったけどって言ってね、うん、なんか送ってあげたら絶対喜ぶよね。喜ぶし、まだ21時だから、うん、電話しても大丈夫だよ。うん、お母さんいつもありがとう、一日遅くなったけどみたいな、ね、それだけでも嬉しい、ね、嬉しいと思うな。やってあげてね、やってあげてね、ね、自分がもし子供を産んだら、うん、そういうのはすごく大事にさせるさせるさせる、男の子とか誕生日と母の日、うん、そう、すっごい大事にさせる、うん、お母さんを大事にしなさいって言ったら、うん、なんかいい男に育ちそう。あのレディーファーストな、確かにね、うん、しっかりとしてくれるね。じゃあ男の子生まれたらちょっと可愛いだろうね、うん、きっとね、そんなに愛情かけたらね。ねえ、可愛いだろうね、うん、男の子が欲しい。私も男の子が欲しい、うん、で次は女の子がいい、うん、最初に男の子が欲しい、うん、お兄ちゃんが欲しい。お兄ちゃんっていいね。そうで、お兄ちゃんって呼んであげたい、うん、あー可愛い、ねでも実生活でお兄ちゃん欲しかった、2人とも長女だもんね。そう、うん、欲しかったよ、ね、だからこそ余計だよね、うん、男兄弟への憧れが強い、強い、うん、本当に強い、うん、ね、うん、早く結婚しようね。本当だね、いつになることやら。